どうも、翼です。ミツロコの主任の膨大な給料について語ります。ただいまね、細かな金額が書かれた給与明細書を再生リストに並べてますので、見たい方は再生リストからおたどりくださいませ。では行きます。基本給が51万6千円、時間外手当が2万8千円、家族手当が1万8千円、役職手当が7万1千円、通勤手当が1万円で、月収が64万3千円ですね。賞与は年間2回で、264万9千円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書より、あちゃまで年収は998万6千円ですね。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。